こんにちは、カイチです。キングダムニューランズやっていきましょう。皆さんお帰りなさい。そうかそうかそうか。ゲート壊したところで、もう雪降ってますね。雪降ってるからもう脱出した方がいいな。これ耐えられるかどうかってところなんですけど、まあ壁にたどり着くまでの間に、ここですね、この高台から、これで帰ってもらう？お金で解決する？まあ、耐えてもらう。耐えるっていうか、ここで戦力を削っていくんですけど、まあご覧の通り、やっぱりね、弓兵3人いたところで、全然その戦力そげないんですよね。まあないよりあった方がいいかなぐらい。なんで、バリスタじゃないといけないんですよ、やっぱり。で、まあ、バリスタばあさんね、本当はバリスタばあさんにここの辺全部、変えたかったんですけど、もう本当に私の不手際でして、それさ、なんか処理落ちがすごい。すごい来てるの、多分。これは、あれね、あれもね、バリスタだと一発でズボンといけるんだけど、うわー、かわいそう。うわー、めっちゃ食べられてる。よし、待てろ、待てろ、待てろ。強敵だ、あれが。撃てー。大工いないんじゃない？もしかして。しかいないっておかしいな。ああ、やんだよね。4匹いる。よし、頑張れ。頑張れよ。いや、苦しいよね。なんか弓の像が最低でもいるな。バリスタがいないんだったら。はい、ということで、王様はですね、あなたですか。じゃあ、あなただけでも、せめて。救いましょう。この辺は結構頑張ると思いますよ。そのバリスタ兵、どうしようかな。もうちょっと粘って壁を打ち砕こうかな。でもそんなことやってたら、もしかしたら普通にね、これバリスタばあさんの遺産があるんで。左端から急いで来た感じですね、この右側が。そう。ちっちゃいのないんだろう。無理っすわ。どうだろう。リピーか。くきて、くきて、さん、撤退です。まあまあまあ、みんな困惑。困惑っていうか、もう冬だからね。ウェルタミオ。まあ結構いい線までいったけどね、敗因はやっぱりバリスタばあさんでしょうね。この像で結構騎士さんがかっこいいとこ見せられましたね。壁に戻ってきてからも壁を貫通して攻撃してたんですけど、あんな感じで。普段は盾役なんですけど、活躍します。牧草がないから、ワープしますか。
しょ。あ、なるほどね。これマサン、クマさん、クマさん。で、なるほど。ギャン。あれ。お。よし。皆さん準備良さそうですね。では4つ目の島出発しましょう。なんかあんまり気持ち的にはスッキリしないですね。もうちょっと立ち回りうまくやれたなと思うとちょっと悔しいですが、はい、4つ目の島は一応脱出に成功しました。次が5つ目の島ですね。なんかバリスタバーさん一回も救出できてないのが悔しいですね。今回は壁際、あ、違う、これまでの失敗っていうのはほったらかしにしてたら連れ去られてたんで、じゃあ常に一緒にいようと思ってこう乗せてたら、ある大型アタックの時に壁際で自分が待機してたら壁が壊れた瞬間におばあちゃんルールの、夜壁の外にいてはいけないというのが適用されたみたいで降りたんですよね。馬から、馬っていうか動物から降りて、あ、拾わないかんと思って戻る頃に連れ去られるとか、一応乗せるんだけどまた振り返って逃げようと思ったらその後ろから連れ去られたっていう感じでしたね。だから壁際の近くにいたっていうのが大変でした。やっぱり騎士兵並みにリップタイグで守っていかないとダメってことが分かりましたね。はい、ということで次は5つ目の島になります。かなり難易度上がりますので、ちょっと気を引き締めていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。